元楽天、巨人マギー、2013は楽天じゃない方に入団しようとした。日本からのオファーは2チームからあって、楽天より他球団の方がオファー内容は良かった。 AJ が楽天入りしたから気持ち的には楽天に傾いたが、家族のため良いオファーをしてくれた他球団に決めると代理人に伝えた。なぜかその内心を妻と代理人に見抜かれ、 AJ とやりたい気持ちを大事にしてくれと言われたから楽天入りした。マギー、あの時自分自身としてはまだまだメジャーリーグという高いレベルでプレーできると思っていた。お人形遊び楽しい。断った巨人にも後年2年間貢献したし、誰からも恨まれんな。ほんま最後の試合で泣いてたのは印象的だったな。息子が脳の病気やったんよな、元気しとるかな。銀次がエラーしてコーチに叱られている時に、いっぱいヒット打ってるやん、そんな言わんでも、と中に入るブーキーよし。腰のにもっと投手出せと進言したマギ。巨人時代の交流戦で敵になっちゃったからブーイング覚悟で仙台遠征したら、打席で拍手と歓声に包まれて打席で泣いちゃったって話も好き。日本一になって終わった、もうあれ以上はないでしょこの球団に。というか当の石井和久がフロントから現場介入してたんだよな。ご視聴ありがとうございました。